マサトです。10秒の食べ過ぎだな、おやつ遅くなりましたですね。はい、9時半ですね、収録が今終わってアップして、本当に、普段のお仕事の場合は本当に短く15分ぐらいで30分以内に、ちょっと2、3分でしてますけど、日曜日はちょっと、おしゃべりが長くしてしまう、饒舌になって、饒舌というか話が長くなってしまいますね。はい、今こんな感じです。ちょっとまた夜食になりますね。風呂入って、今日ちょっと、量が少ないめの夕食を買いましたけど、まず、食べ過ぎだなと。これと、ちょっとここはですね、ここはちょっとこんな感じになりました。はい。それと、バナナですね、今日大石垣島の方から波照間島のバナナが届いたということで、2房ですね、ちょっとまだちょっと青っぽいですけど、はい、またこんなおやつですね、甘み、でしますけど、休みはなかなかゆっくりできないですね、ちょっと収録も遅くなりますけど、じゃあ、お祈りいたします。天の神様、遅くなりましたけど、このおやつも感謝して、イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。はい。もう、YouTube のに追いまくられていますけど、まあ、でも感謝いたします。はい、はい、なかなかまあ、継続ですね。はい、もう諦めるのすぐ諦められますけど、やめたって言ったらやめられます。あ、でもあれですね、もう、まあ登録チャンネル数が多かったら大変と思いますけど、まず1500万いってないですね、昨日は、1400人突破して、嬉しかったですけど、50人アップして50人、減りましたですね。不思議ですけど、いろいろと、今現在1373かな、あと1370台に乗ったですね、はい、1ヶ月100人は登録はいかないですね。50人超え、毎週毎週自分で週間のあれ調べてみますけど、今週は17名でしたしね。だからそんなに厳しいですね。はい、まあまあ、スーパーの亀さんですね。スーパー超スーパーが入るから、超スーパーカメさん。でも、なかなか、やっぱり、それぞれの路線で行ってますけど、やっぱ、甘いの、やっぱ、もう一点集中よりも、このようもうたくさんあげてから、そのうちっていう感じで、まあ、あの高齢者で、あの回せかしながら、今の仕事が5年ですかね、ちょうど YouTube、6年目で、57ぐらいで、55ですね、過ぎてから。まあ、その高齢者の2、3日かな、研修がありまして、まあ、いろいろアドバイスですね、面接の仕方とか、うん、もうとりあえずいろいろな方面に好きここまで言わずに
まあ、履歴書とかそれをしなさいということで、まあ、絞ってすると、ちょっと、あの、再就職の可能性が少ないので、まあ、まあ、高齢者で広範囲な職種に、まあ、アプローチしなさいということで、まあ、いろいろなところですね。して、まあ、今回、あの、全くの異業種ですね。まあ、難しいですね。全く、高齢者になって異業種にするというよりも、まあ、この、採用する方の判断もですけど、まあ、全く異業種から経験なしではちょっと無理という、まあ、そういう、固めるし、まだ、まあ、人物見てというか、今回は、まあ、そういう、全く、まあ、そういう、今回、そういう、採用していただきましたけど、なかなか、そう、僕の、あれですね、チャレンジしないと、ということで、あの、経験からして、この YouTube も、いろいろな、に、アタックして、どれが、本丸かどうかわかりませんけど、一つ、この、もう、こんな感じで、チャレンジしてますけど、最初の1回目のあれが、セールスの支援一遍読んだだけでから、800、今800かな。ずっと、で、その、あれは1分足らずなかったですね。もう30秒ぐらい。ね、短いので。500回ぐらい行ったかな。今。それで、けど、聖書の、あれから、試行錯誤で、朝の太陽の、そういう、どういうか。今でもショートですよ。その時ショートはなかったですけど、短い動画で上げていましたけど、いろいろ試行錯誤してますけど、一時期、中田敦子さんのこの YouTube 大学ですね。その真似して、本の紹介しましたけど、本の紹介だけですね。もう、その、中田敦子さんみたいに本を読んでメモっていろいろそういうのをずっと見てましたけど、もうね、あの図書館があの リサイクルということで、もういらないよということで無料で、まあ、持って行ってくださいって。まあ、転売はダメということで、その、リサイクル図書ですね。そういうので、あ、それはコロナ前でしたですね。なかなかコロナになって、図書館に行く機会はないですけど、自分の気に入った本、リサイクルの本が、を紹介していましたけど、それも、シリーズでいろいろ試行錯誤してますけど、最近ですね、ここ1週間2週間このあの食べ物関係のアップしてますけど、どうですかね。まあこの、まあ、有名な、まあ、プロ、まあ、一流っていうか、そのチャンネルサブとか持ってるますけど、でもメインがそんな1000いくらだったらサブはまたきついなと思ってから、メインでもう昔沖縄の方言のチャンプルみたいな動画をして、ま、上げてますけど、
トーサン TV さんはすごいですね。いろいろしたけど、1500人も行ったんですかね。いろいろしてたけど、もう自分の得意な安全保障、まあ、大学院に前で出てからそういう会社の社長も事業も起こしたんですかね。そんなことで、まあ、まだ若いですから、好きなトーサン TV さんですね、あっという間に10万円記録突破してますね。そういうことを話していましたけど、まあその本当に、得意な分野、私は得意な分野がでありません、ないですので、まあその聖書関係も、まあ、信徒としての視点ですね。そういうことでから同じ頃、あの違う、あの牧師先生かな、シンガポール在住の、牧師先生ですね、その私が5年前ぐらいですね、このモンボの YouTube ですので、まあ結構松本牧師の聖書講座かな、その最近は見てないですね、もう最初相当ハマって、見ていましたですね。その北海道かな、北海道の本当に、高校時代かな、まあ高校の先生を、もされてたけど、もう高校の先生辞めてから、牧師先生になって、いろいろ海外で、あのエルサイムに何回か、まあ、今シンガポールの、まだシンガポールかな、だいぶ最近はもうなかなか見る機会はないですけど、50代、同じ代ぐらい世代かな、50代で、分かりやすく丁寧に、まあ、いろいろな周囲の協力があって、子供さんたちとか周囲の協力があって、マイクとカメラを買ったって言ったんですよね。私はもうマイクもカメラも買ってませんけど、携帯で一本でしていますけど、そういうことでこの始めたチャンネルもすごいですね。最近は見てないですけども、1万人超えたかもわからないですね。なかなかスーパーカメさん状態ですね。やっと、夢見た収益化ですね。1000人超えないと、チャレンジ結構どうですかね。まあ、あの得意な方はあのすぐあの編集とかあれで、突破するかも分かりませんけど、4000時間はちょっと早めに突破しましたけど、早めっていうかその1000人超えよりも、突破しましたけど、1000人が登録数はなかなか厳しかったですね。やっと去年また突破して、去年の12月末ぐらいに突破して、それから収益化ですね、なかなかまだ収益は受け取ってませんけど、いろいろ手続きで、なかなか私も、メカに弱いですので、いろいろこの、YouTube さんが来るあの、メールがもう見るのがいい、もうほとんどメール見ないですね。それで本当は良くないんですけど、なかなかもうそういう、私も、このアマゾンで買い物をまだ一人でできないですね。前も、ローマ人の物語読んですかね、ちょっともう私の、働いている職場の、まあ、同僚に助けてもらって少し購入した経緯がありますけど、なかなかこのネットで、私も沖縄ですね、航空券ぐらいはネットでって言ったけど、ちょっともうなかなか入門がネットできなくて、普通のカウンターに行って、旅行会社のカウンターに行っての直接対人ですね。ネットでちょっとそこまで、切符とか購入は本当に、目標でしたけど、なかなかネットで注文するのはちょっと、まだまだ、普通の買い物というか 本の購入ですね。まあ、Amazon はもともと本の購入で、スタートした Amazon ですけど、なかなかそれも、なんか難しいというか、なんか慣れないですね。今回のこの、この YouTube でももうなんとかこの状態まで来ましたけど、いろいろ試行錯誤ですね。この収益化の受け取りのあれにしても、いろいろなんか大変ですね。いろいろ今回はこの月に
だから月に8000円以上超えないとこの入金できないということで、多分まあ月に1000円、もし1000円だとすると8ヶ月かかりますね、受け取りするまで。まあそういう、まあそうですね、そんな、ね、YouTube さんに収入が月に500円しても、この多分手数料の関係で、やっぱある程度その基準ですね、その振り込みするのにも、まあ、月に8000円超えたら振り込みしますけど、8000円超えなかったら、1年間で8000円超えなかったら振り込みしないということですね。そのぐらいやっぱあの YouTube のこの厳しさがありますよね。まあ普通の、まあでも、まあ誰でも挑戦できるというか、その、その世界一になったこの、ミスタービーストさんかね、13歳から始めて、なかなかある、このその冒険者を取材してから脚光を浴びて、今まあチャンネル含めて4億人と言ってましたしね、もうすごいですね。世界の人口今70か80、その辺はちょっと分かりませんけど、まあ、4億人のチャンネル登録数、メインでもすごいですね、2億7000万、約3万、1回のアップで3億人していますので、この、まあ、4人の登録した人うちに、まあ、3人は見てるということで、まあ、すごいそういう、YouTube のこの、まあ中にはもう YouTube だけ解説し、見るだけの方もいるかも分かりませんけど、この、まあ、解説しても、まあ、投稿して頑張ろう。私も、やっとこうね、まあ、最初、誰かのあれかな、女性の方で旅行の、なんか、旅行の、そのトランクの収納とか、そういう旅行関係のして、もう5年間頑張った方がいいですよというのを見ててから、じゃあ5年間頑張ろうかということで、やっと5年間頑張りました。試行錯誤してますけど、まだまだ試行中ですけどね、どんなコンテンツがいいかということで、なかなか厳しいですね、まあ毎日毎日心が折れますけど、まあ こんな日常ですね、まあこのとって、このスーズさんは旅行のも大変ですよね。そのもうお金かけて、その、旅行のスーツ旅行さんというスーズさんはもう旅行チャンネルですので、旅行したのを動画撮るのもやっぱ大変ですよね、やっぱそのために YouTube、 まあそれはもう、もうこの YouTube のために独立して、あれを学生ですね、横浜国立大学です。私もあの、あのスーツさんですね、名前はスーツさんで、スーツ旅行さんで、いろいろ3つぐらいチャンネルがあって、私の実家の果てるままで、行ったけど宿が取れなかったって、その動画みたいな、ちょっとせっかく私のふるさとですからって感じで、本当に企画すごいですね。その、稚内からこの果てるま、またこの遠くから横浜国立大学に通るということで、もともとこの鉄道好きで、 JR 東日本かな、ね、試験に受からなかったんかな、それで高校からどうかな、そういうことでこの、その採用試験受からなかったから高校はと言ってました。あれは大学かな、そうですね、大学で、JR の運転手になれ、まあ JR かな、狙えなかったので、まあ、横浜国立大学に入ったっていうことかな、そういうこともしましたけど、もう結婚されてると思いますけど、そういうことで、トークで、その最近はなかなかスーツ旅行さんのチャンネルを見ることないですけど、最近以前は結構その 尺中泊とかいろいろブームがあったりして、格闘技とかさ、その朝倉みくるさんですね、まあ、おいっ子が高校までこの沖縄の50流ですね、50流の空手、3兄弟で空手してましたので、そういうことで、格闘技にも、いろいろチャンネルで、見ていましたけど、はい、話が長くなりましたですね、もう10時です。ちょっともう完全に今日はちょっと量が少ないめの夜食にしていますけど、またおしゃべりが長くなりました。こんばんは、食べ過ぎだな、
おやつでした。また、また、この次回、またマサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、よろしくお願いいたします。また食べ過ぎだな、おやつの時間でお会いいたしましょう。マサートでした。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。マサートでした。仕上げ率パーセンプルジュ。シャロム、シャロム、シャロム。